タイムキーパー、タイムキーパーを置き去りにするわけにはいきません。あの壁を爆破すれば可能性が。いけません。ミズ・ベルティたちとコンタクトが取れない状況で爆破など、もし怪我をさせてしまったらどうするのです。この黒いモヤは、皆様、お気をつけ。隊長、隊員が数名、内部での戦闘による敵陣アルカナムの影響を受けております。壁に近づかないでください。では一番近い窓から突入しよう。敵の不意をつくことができるかもしれん。タイムキーパーをベンデッタの手に渡すわけにはいかん。いいか、武器を全て持っておけ。俺たちもご一緒するとしよう。あら、正面から仮面をつけた人たちが大勢こちらに。大変、見つかってしまいますわ。撤退しましょう。何を言って。今は一刻を争う事態です。タイムキーパーが不在の場合、最高指揮権はこの第一助手ソネットが受け持ちます。今戻るのはほぼ自殺行為です。それにタイムキーパーを救う最後の要を失う可能性があります。敵がこちらに向かっています。私たちはまだ安全ではないのです。これ以上犠牲を増やすわけにはいきません。ですが、タイムキーパーを信じましょう。彼女ならきっと己の身を守れるはずです。ベンデッタもタイムキーパーがなぜストームの影響を受けないのかに重点を置くでしょう。私たちがすべきことは、窮地から脱し迅速に救出作戦を立てること。必ず彼女を救い出しましょう。承知しました。敵が追ってきましたぞ。ミズ・サザビー、エンジェルの一撃を食らったお車はまだ走れますかな。私もわからないわ。オートアイランドに乗ったのは初めてなのよ。以前お出かけした時はヒッポグリフのロジェロちゃんに乗ってたから。まだ使います。ただ稼働させるのに少し時間が必要かと。全部お前らのせいだ。逃がさねえからな。皆様、戦闘に備えてください。6E65。ヤイバのように。空中ショーが見たいって。ほう。 I know the moon and this is an alien city。 ほう。
あなたを信じます。刃のように。空中ショーが見たいって。レーニョセレーノインテーフェルンティーニとセンペカーロミテコステルモコーレ。風向きよし。ちゃんと飯食ったか。うん。あなたを信じます。5265611刃のように。うん。ほう。 I know the moon and this is an alien city。まばたき厳禁だぜ。476F6F64。 うん。あなたを信じます。456E746572 446965。まだ見ぬ世界をこのペン先に。空中ショーが見たいって。ほう。 Each moment, now night。 ほう。空からの挨拶だ。 So long is this, and this gives power to thee。 さあ、排ガスでも食らえ。あなたを信じます。ほう。 So long is this, and this gives power to thee。 レーニョセレーノインテーフェルンティーニと。まばたき厳禁だぜ。空中ショーが見たいって。ほう。刃のように。朝飯前だ。あなたたちのために祈りを捧げます。安らかにお眠りください。さあ早く動くんだ。みんな頼りにしてるぞ。あと少し。稼働した。私にも教えてくださいませ。早く乗ってください。さっきの騒ぎできっとすぐに次の追手が来るはずです。ミス・サザビー、しばらくの間あなたのご自宅に身を寄せても。私の自宅に？本当？とっても嬉しいわ。ずっとお友達が遊びに来てくれるのを夢見てましたの。準備も万全ですのよ。あとは友達を持つだけで。ジーヤは絶対にダメって言うに決まってますの。でも必ず説得してみせますわ。どうか私を信じてくださいまし。
なるべく詰めてください。全員乗れるように。サザビ、道案内お願いします。お任せくださいまし。あらら、フラフラのお姉様、私のドレスの裾を踏んでますわ。あの、ここにポーションをたくさん隠しているので、割れたら大変ですの。ごめんなさい。このアップルめはそれほど場所を取らないのが取り柄ですぞ。追っ手が現れました。サイドミラーは実にいい発明ですね。それでは行きますよ。皆様、しっかり捕まってください。この森は来る時にも通りましたわ。ジーヤが言うには、怖いものがいっぱい潜んでいるんですって。ソネット様も幽霊の群れに追われていて。あ、あの時の幽霊、優しいモンスター大百科で見たことある気がしますわ。あ、あのキヨ、あそこで悪い奴らを追い払ってソネット様を仲間に迎えましたの。まさにサザビーとソネット様の友情が芽生えた場所ですわ。そうでしたわよね、ソネット様。ソネット様？泣いていらして？あちゃー。戻られたか、ドルービス城。やはりあなたならやってくれると信じていたよ、ドルービス嬢。これでいいのかしら。何が言いたいのかな。彼女たちは決して善人ではありませんよ、ドルービス嬢。一人は裏切り者、もう一人は政府の虚偽まみれた舌を持つ者。あなたは騙されていた世間の人々を救ったのです。世間など私にとってはどうでもいいの。ただ知りたいだけよ。本当にこれでいいのかをね。もちろん良くないわね。ベルティを我々と対等な位置に座らせなさい。彼女にはその資格があるわ。そなたたちと対等に話す機会をどれほど待ちわびたことか。わらわの名はアルカナ。どうも。マヌス・ベンデッタの影の統率者さん。我々についてよくご存知のようね。実に喜ばしいことよ、ベルティ。そなたを正式にマヌス・ヴェンデッタの一員として迎え入れたい。アルカナ様。なぜ？なぜ？
理由は単純よ。ストームの中を無表情で佇むそなたの姿が気に入った。その頭の中にある金色のものもそなたの血肉、少なくともその一部は我々のものよ。私に拒否権はあるの？もちろん、言ったでしょ、これは対等な話し合いだと。ただ拒むのなら我が質問に3つ答えてもらいましょう。答えることができたならここから去ることを許そう。だが答えられなければそなたの苦痛を享受させてもらう。無駄よ、答えられっこないわ。シュナイダー、先に裏切ったのはあなただ。そうかしら。確かあたいたちの間には何の協定もなかったはずよね、ミュオソティスの旦那。あなたの誓いなど初めからごまかされることは分かっていた。シュナイダー、自分がどんな末路をたどるか分かっているね。三つの質問って何？それにどうやって私の痛みを享受するつもり？そう身構えないで、愛しい子よ。わらわもそなたもと欲しい答えを得られるでしょう。最初の質問よ。そなたら財団がストームを作り出した真の目的は？あ、何を。財団が、ストームはあなたたちが。時間切れだわ。もっといい回答を述べることができたはずよ。では右手から始めるとしましょう。あの娘が銃を構える姿嫌いなの。その娘は右手が折れたばかりよ。あまり刺激しない方がいいわ。では次の質問。財団はアルカニストの孤児を使って人体実験をしているわね。ええ、私たちはストームに免疫性を持つアルカナム抗体を探しているの。私はその中で成功した唯一の被験者。そう、ではその抗体の名は？非対称型免疫タンパク質 G。 あまりにも不適当な物語はしばしば人々に絵空事だと呼ばれているわ。威厳なき虫けらの影響を受けてはダメよ、ベルティ。次は手足なんて生ぬるいところではないわよ。最後の質問。ストームの間唯一自由なものとしてそなたに聞きたい。そなたが出会ったアルカニストたちはみんな幸せに暮らしていたかしら？あなたたちに加わる不幸
なのでしょう。めったに会うことはない。彼らはほとんど見捨てられたから。精神科病院、強制施設、荒れ果てた孤児院、誰も足を踏み入れない街角に。そう、我々はこの世界の法則に見捨てられた。我々が生まれつき謎めいているため、孤立しているように。そなたは惑わされなかったようね、ベルティ。おかえり。